青い空チャンネル、空ちゃん始まりました。青さんの YouTube チャンネル、空ちゃん。青さんに、はい、業界のギャラ事情をちょっと伺いたいなと思いまして。ほう、はい、ギャラ、はい、以前なんか AV のってこと、はい、うん、まあ本当当時ね、20年前の話ね、はい、私がデビューした20年前は新人が一番、うん、ギャラが高かったの。新鮮だから。それすごいと思わない？それ他の業界とは違いますね。違うよね。だから名前が売れるとか考えてないから、そんなまずなんていうの、なるほど、長くするやる子もいなかったというか、やっぱこう一番新鮮な時が一番いいわけよ。慣れてきちゃってみたいな、そういうのを見たがる人がいないみたいな、初々しさが残ってる一番新人が一番高くて、最初の3本が100万みたいなぐらい、4本目が90万、4、5、6本目が90万、7本目からもう80万みたいな感じ、下がっていくの。でもその男性見る視聴者の方によっては、ファンの方によっては、うん、後の方がいいっていう人いません？その年齢重なってる人の方が好きな人いません？うん、それはそういうジャンルとしてあったって感じかな。あ、じゃあジャンルで金額が変わらないってことなんですか？人で変わると思うよ。この子はこんぐらい売れるだろうから100万みたいな。それはだから最初の始まりが80万の子もいれば60万の子もいるしとか。最初全然人気じゃなかったり、スポーツ選手とかでもいますけど、うんうんうん、実力なかったのに、うん、でもめっちゃ頑張って上手になったら年俸って上がるもんじゃないですか？そうなんだよね。そう、なんか人気があって売れるようになったらって言っても、やっぱ一番最初が一番売れるわけ。へえ。そう、面白いよね。面白いっす、正直。面白いよね、私すごいと思ったのも。だからその長くできるっていうだけで、だからそのギャラが下がっていかないって、そのある程度のところからはっていうだけ。ただ私そのレンタルとセールってやってるんだけど、レンタル時代はずっとその新人ほどもらってないけど、でも高い位置ではキープできてたギャラをもらってたわけで、2年間レンタルやって、その後にセル行ったんだけど、2年間の中で青い空がセルに行くわけがないみたいな感じのレンタルとセルの差ってめちゃくちゃあったのね。なるほど。もう引き抜き、引き抜きみたいな感じだったの。へえ。なんか一緒って感じでしたけど、今はね、今はもう完全に一緒なんだけど、その当時はセルってなんかこうセル落ちって言われるぐらい、なんかこうセルの方が下みたいな。はあ。だからちょっとハードで、もう本番もう絶対でみたいな感じだったんだよね。ヘッドハンティングみたいな感じだと、やっぱギャラがぐんと上がったって感じ。なるほど。そこで。なるほどなるほど。うん、はあ。え、じゃあ正直ぶっちゃけ頑張り損みたいなことになってきて、モチベーションなくなってきたりしないですか？お金ってめっちゃ大事じゃないですか？まあでも何万円みたいな感じではないので、何十万っていうのはやっぱ結構大金は大金だから、別にまあだからモチベーション下がって辞める子もいるだろうし、あのギャラが少なくなってきてね。でもそれはそれで人気も、人気がそんぐらいだからっていう感じのギャラなので、人気があるのにギャラめっちゃ安いみたいな感じじゃ多分ないとは思う。だからキープはしてるはず、はい、ある程度のところで。なんか前これも伺ったんですけど、うん、そういうのがあるから他の事務所の子とかと交流しちゃダメみたいなことがあったっていう。あーある、うん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 。なんか私はそう、同じそのな1本やってるのにいくらもらってるのに、自分はこんだけしかもらってないって思うのは嫌だなとは思った、はい、逆にね、まあ、例えば私100万もらってるのに、その子が150万、200万もらってるってなったとしたら、なんでとは思う。はあ、なるほど。からでもそうですよね。聞かないようにもしたかったし、聞く必要もないとも思ってたって感じかな。マスカッツでそういう他の事務所の人と交流持つようになってっていう時にも、別にじゃあそういう話とかあんまししないように、あのしないようにしてた。ああ、なるほど。あのまあマネージャー、そう、仲良くするためにしないようにしようって、そういうのをみんなにも言った。
業界の話はやめようねみたいな。なるほど。特にお金の話が一番崩れちゃうから、お金の話だけはしないでとか、はい、なるほど、言うはもしといた、言っといたかも最初に。例えで100万っていうのは出されてるんですか、それとも大体みんなそれぐらいなんですか。うん、それぐらいだと思ってるけど、それが単体の人は大体そんぐらいから始まってっていう感じかな。自分に入ってくるお金ね、はい、事務所がどんぐらい引いてるかは分からない、その他の事務所がね、はい、でうちは折半だから、はい、っていう契約でやってるけど、実際のところ分からない。まあ信用してるからっていうだけだけど、はい、だから月2日でいい、3日かパケの撮影と、はいはい、中身の撮影2日間の3日間働けば3ヶ月ぐらい働かなくてもいいんだなみたいなことは思ってた。まあそうか、そう時給換算とかしたらまたあれですけど。そうそう、まあ、そういうこと。そうね、時給バイト上がりの仕事がこれだったから、はいはい、そう、他のこう一般の企業とか勤めてないから私、だから給料っていうものをこうもらったのがそういう感じだから、すごいってなった。今考えると安いなと思うけどね、でも今の子たちの方がもっと安いんじゃないかな。え、そうなんですか。全然3桁いってないと思うよ。あ、芸能人は別だけどね。はははは、え、どういうことですか。芸能人の人たちのがデビューするみたいなことになると、それはもうヘッドハンティングみたいなもんだから、1本目のギャラがもうベロポンに高いみたいな。でもその分売れるからねみたいな、はいはい、多分4桁いくんじゃないかな。なんかそういうビデオってジャンルがあるじゃないですか、何々系みたいな、うんうんうん、そういうの関係ないんですね。関係ないと思う。関係ない。別のあれで伺ったのは、大江さんにじゃなくて別の人に聞いたのは、うん、そ、夜のお店とかって身長が高い人の方がたくさんお金をいただけるみたいな。へーを聞いて。まあ少ないから人、人数が身長が高い。あー、はい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 、そういうのとは別に関係ない。関係ないかな。その子がこんぐらいもらえる子みたいな感じかな。はー、そう、だからさっきその飛ばしちゃったけど、あの単体と企画っていうのがあって、単体っていうのはその名前でその契約してる、月1本しか出せない子。あ、前おっしゃったかもしれない。そう、はい、なんか、まあ、契約上、そう名前がしっかりあって名前でこうパッケージされてる子が、まあ、単体っていうんだけど、企画っていうのは、例えばナンパものとかの、あ、なるほどなるほど、はい、とか、なんかこう女子がいっぱいで、女の子いっぱいいるみたいな、はい、うちの一人みたいな感じで出演する子を企画の子に、な、企画に出る子ってなってるんですけど、それはそれでまたもう単価がもうグンって下がる。なるほど。もうほんと10万もいかなかったりするんじゃないかな。へー、ほんとバイトバイト。でもそんな拘束時間も 2,3 時間とかだから、私はもうなんかもうパッケージの撮影もしなきゃいけないし、はい、あの2日間でも拘束されますみたいな感じだけど、そういう子たちはだから1日に3現場とかも入れるの。ああ、はははは、なるほどなるほど。だから2日間を、6現場やれば、まあ、例えば10万だったとしたら60万もらえるよっていう感じ。なるほど。ああ、それ選べるんですか、自分で事務所と契約するときに。だいたい顔出し NG の人とか。なるほど。は企画とか、あと単体の子は一応面接に行って、そのメーカーがじゃあこの子で行きましょうって、あなたで行きましょうって言われないと単体になれない。オーディションに受からないとみたいな感じ、はい、今ってすごく倍率が高いっていう話を聞いたことがあります。まあ、うん、でもそうだと思う。志望してくる方が多いってことですね。そうはあ、とは聞いたけどね。なんかイベントとかもあるじゃないですか、このリリースに合わせてイベントをやったりするじゃないですか、うん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 、DVD 屋さんとか。それはまた別の話ですよね。別でも本当はそれギャランティーもらえなかったんだけど、小山さんが、いやそれはちゃんと稼働してるんだからくださいよっつってもらってたっていうぐらい。でも本当に 2,3 万じゃないかな。そう、もらえなかったんですか。もらえなかったみたい。あの宣伝活動だから、そう、自分のビデオが売れるためのものだから。はあって言ってた。なるほど、うん、あ、写真撮ったぐらいするやつですよね。あ、そうへ、そうだ。今はどうなんだろうね。
今わかんないよ。だから昔はもう専属契約っつって、なんか8ヶ月連続で私はデビューしたんだけど、でその12ヶ月連続でリリース決定みたいな専属契約みたいなこととかあったけど、私が辞める頃って別に専属、一応専属は専属だった、他のところには出ないからね。でも何本契約、専属契約みたいなこともなかったし、それが売りにもなってなかったんだよね最後の方は。だから今は別にそういう感じでデビューする子いないもんねとかね。でも今のギャラ事情どうなんだろうね。アダルトを辞めてもね、はい、その YouTube でさ、はい、あの稼げてる子もいるしさ、はい、他のことでさ、まあ、アパレルやったりとかさ、はい、してやってる子とかもいるからさ、すごいなと思うよね。全然 AV の1本より全然稼いでんじゃないって思ったりとかするもん。うん、やる必要ないじゃんって思っちゃったりする。同時にされてる方もいますよね今ね。現役でやってたりとかするからね、すごいなと思う。とか時代は全然違うって思ってる。ギャラ事情そんなところでしょうか。はい、あ、じゃあちょっと機会やったら、もし現役でギャラ、うん、教えてくれるよって人がいたら現役でね今こんなだよっつったよね、はい、ちなみに、はい、私がレンタルからセルに行った時、ヘッドハンティングされた時はもう3倍もらいました。300万もらってました